関さんとは一緒にあのラジオ番組をやっていて、もう1年くらいそのラジオ番組は今続いてるので、だからその甲斐もあってすごい息ぴったりな、ちょっとね、演技なんですかねができたりだとか、すごい合わせるのがすごい楽でした。関さんがでもそのカップルっていう目線で今まで見たことがなかったので、なんかその辺がちょっとドキドキして、なんか不思議なドキドキでした。カップルのあるあるでしたけど、なんか台本一応あったんですけど、ほとんどなんか2人ともアドリブに近い感じで、なんかそれがすごい楽しかったですね。ほぼアドリブなのでそこも見てほしいですし、まあ、お風呂のシーンとか関さんがちょっとふざけてはないけど、なんか勢いがすごかったので、いろんな関さんが見れると思います。私よりちょっと関さんを見てください。どっちが楽しいんだろう。でも結婚してから一緒に住むのもそれはそれで新鮮味があって楽しいと思うし、でもやっぱ一緒に住んどいた方がその人の癖だったりとか生活感が見てから一緒にね結婚するのもいいと思うし、なんかどっちもなんかプラスがあるから、でも私は一緒に住んでからな気がします。やっぱその人の癖を見たい。どこまで許せるかとか、自分はここは譲れないけどここは譲るよみたいなのとかを大切にするタイプかもしれないですね、きっと。なんだろうな、でも自分の好きなキャラクターのぬいぐるみとかをお母さんと暮らしてた時は実家だから、なんかポンポンいっぱい置いてたけど、一人暮らしでもちょっと厳選して持ってきたんですね。でもそれを多分二人暮らしとかってなると多分嫌がる人を嫌がると思ったりする、ちょっとぬいぐるみを許してくれる人がいいですね。そのぬいぐるみを許してほしいです、お気に入りの。でも私のお気に入りのぬいぐるみこんくらいでかいんですよ。こっからこんくらいでかいので、それを置きたいです、絶対。二人暮らしのすれ違いあるある。僕と結婚してください。まだ一緒に住んだことないのに。あ、そっちだじゃないの。いや、そりゃそうだよね。ねえ、うん、しまっちゃおう。うん、別にいいのいいの。あ、なんかさっきスーパー行ったらもらったんだ、たまたま。2人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる2人の住まい検索始まるよ。アットホーム2人暮らしのすれ違いあるある。アイス買いにコンビニ行ってくるわ。え、パジャマで。うん、パジャマで。いや、外に行くときはそのパジャマを着るのはちょっとどうかと思う。いや、可愛いからいいか。気をつけてね。ありがとう。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。アラーム鳴ってるよ。何このアラーム鳴ってる。アラーム音独特だな。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム